ジャイアンテレビに出る。今日は穏やかな日だね。本当？なんだと？ごめんなさい。俺がこれほど頼んでも嫌だってのか。いくらなんでも無理だよ。スネ夫とジャイアンだ。無理でな。何してるんだろう。お前の父ちゃんテレビ局の社長の友達なんだろう。そうだけど。じゃあ俺をテレビで歌わせるくらいわけないだろう。だからそれはちょっと。やっぱり父ちゃんに頼んどけよ。もしダメだったら、楽しみに待ってるからな。ドラえもん聞いてたろ。頼む。無理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 。じゃあちょっと頼むよ。ドラえもん友達だろ。友達でもできることとできないことがあるな。でもスネ夫大丈夫かな。スネ夫友達だろう。ジャイアンやめてよ。俺はテレビで歌いたいんだよ。歌いたいんだよ。歌いたいんだよ。なんだ、夢か。怖くておしっこ行きたくなっちゃった。くそ。いつも騒やか。ジャイアンがテレビに出てる。どういうこと？スネ夫がかわいそうでさ。割り込みビデオでアイドル歌手の録画にジャイアンの顔をはめ込んでみたんだけど。ジャイアンみたいに太めで足の短い箇所なんていないよ。じゃあこれは面白い。笑ってる場合じゃないよ。だっておかしいんだもん。やっぱりジャイアンがテレビで歌うなんて無理があるんだよ。そうだね。そうだ！ありがとうドラえもんのび太。やっぱり持つべきものは友達だよな。今回だけだからね。おうスネ夫、昨日の話ちゃんと考えてくれたんだろうな。バッチリだよ。明日の3時ジャイアンはテレビに出られる。本当か？本当さ。僕がパパに頼もうと思ったんだけど、この二人がどうしてもやりたいって聞かなくて。ちゃんとした歌番組なんだろうな。もちろんさ。ジャイアンのワンマンショー、2時間歌いまくり、セットは超豪華、バックバンドも超一流。おってことであとはよろしく。うほほい、うほい。もうスネ夫のやつ、やっぱ助けるんじゃなかった。のび太ドラえもん。なに？ありがとう我が心の友よ。やったぞ、ついに歌手デビュー。おいのほーい。明日の3時からだからな、みんな絶対見てくれよ。3時からって確かドラマの再放送じゃなかったっけ。ドラえもんのことだからなんとか言うんだろ。ドラえもん本当にやるの？こうなったらやるしかない。明日から俺も芸能人か。そうだ、サインの練習しとかなきゃ。芸能人は笑顔も大事だ。やっぱり芸能人はお肌が命。寝よ。お前らこんな夜中に。言ったろ、3時からテレビに出るって。3時って夜中のか、バカ野郎。こんな時間に誰がテレビなんか見るってんだ。急に決まったんだから仕方ないよ。大丈夫、夢風鈴でみんなを起こしてテレビをつけさせるから。納得いかねえな。俺は歌手だぞ。
発声練習とかいろいろ準備があるんだからな。文句言うならやめるけど。あれがテレビ局か。ヤホー、わーって俺にやろめおい、鍵がかかってるじゃねえか。どういうことだよ。ぐるじー、きっと真夜中だからだよ。きっと裏口があるよ。がまともに入れるわけないだろ。こういう時はこれで通り抜けフープ。おお、ついにテレビ局の中に入ったぞ。なんか芸能人になった気分。ほら、二人とも早く行くよ。おお、エレベーターがこんなに。あの二人どこ行ったんだ、もう。あ、ヨーヨーヨー、今日はよろしくね。何してんの、早く。それでは次のニュースです。ジャイアンさん、お願いします。本日驚異の大型新人ジャイアンが歌手デビューする模様です。楽しみですね。ちょっと早く早く。こら、何してる。まずい、逃げよう。あれ、どこ行ったんだ。助かった。あ、甘栗しろんだ。やっぱりかっこいいな。俺とどっちがかっこいい。いや、それはさすがに。ジャイアンに決まってるよ。だよな。ジャイアン、もうすぐ本番だよ。おお、ここが俺が歌うスタジオか。あかい、おい、なんもねえじゃねえかよ。こんなところで歌えるか。セットならすぐにできるよ。バンナー舞台サーチ。おお、超豪華じゃないか。これなら文句はないだろう。え、カメラは誰が撮るんだよ。大丈夫、このロボットをつければどのカメラもジャイアンを映し続ける。おお、すげえ。これ待てよ。俺一人で歌うのかよ。バックバンドはどうした。ドドエボン。ジャイアン大丈夫だって。そういうかと思ったよ。カラオケメイズロボット。どう、これで新曲の大ヒットは間違いなし。今年の紅白も決まったようなもん。僕は見ないけどね。うん、なんか言ったか。もうすぐ本番だよジャイアン。ありがとう、心の友よ。なんとかうまくいったね。夢風鈴でみんな起こすだけ。あれ、おい、夢風鈴がない。え、みんなを起こせなかったらジャイアンにめっためたにやられちゃうよ。まあ、いいんじゃない。何がいいの。明日の朝みんなにこう言えばいいんだよ。ジャイアンにテレビの感想を聞かれたら、よかったとか感動したとか適当に答えてって。そんないい加減な。だってジャイアンはテレビ局で歌って満足だろうし、
悔しいけどスネ夫も殴られずに済むし。そうか、結局誰も嫌な思いをしなくて済むってことか。新曲ジャイアンにボエボエ、カモンジャイアン。みんな俺様の歌を聴いてくれ、今夜は寝かさないぜ。ぶっ飛ばすデータラス、うわっ、アウト、一等賞、あと恋賞、やきた一生歌のうまさはボエボエブルボエ、一度試してみてください。涼しくなる面白いもの、こんなバッジで涼しくなれるんだ。全然涼しくならないじゃないか。もうアイスでも食べようっと。ママ、暑いからアイス食べるね。ママ、聞いてる？え？なーに？あー、お化け！ドラえもん！ママの顔が！ママの顔が、どうしたって？ママのシワ伸ばしパックだったのか。シワって言わない。僕は壁のペンキ塗りをしていたところを通りかかって。でも怖かったよ、まだゾクゾクするもの。そっか、これが涼しくなるってことなんだ。それはドラミちゃんが送ってきたんだ。ああ、これはお話バッジだ。お話バッジ？うん、このバッジをつけるとお話の主人公と同じ出来事が起こるんだ。のび太くんのつけてたのは？これだよ。そっか、ムジナか。ムジナってどんなお話なの？昔昔の話だよ。仕事を終えた男の人が夜道を帰っていくと、道端で女の人が苦しんでいるのを見つけたんだ。それで、おい、どうしたんだい？具合でも悪いのかい？すると女性はゆっくりと振り返った。その顔は、恐ろしくて男は逃げ出したんだ。そして蕎麦屋の小さな明かりを見つけてホッとすると、大変だ親父、あっちに目も鼻も口もねえお化けが。そのお化けってこんな顔だった。それでママもドラえもんものっぺらぼうになってたんだ。あ、じゃあこれだったら怖いお話じゃなさそうだな。何のお話？お菊の皿？だってお皿ってことは何か料理が出てくるんじゃないの？涼しくなるものだから冷やし中華とか。
そんなんじゃないよ。そのお話は、お菊さんという人が主人が大切にしていたお皿を一枚割ってしまって、怒ったその家の主人がお菊さんを、それ以来夜な夜なお菊さんの幽霊が現れてお皿の数を数え続けるんだ。一枚、二枚、三枚、四枚。でもどんなに数えてもお皿は。やめてよ！そんな怖いお話は嫌だよ。あれ、外れないよ。お話が終わるまで外れないんだ。そんな、もうすぐお話が始まるよ。のびちゃん、たけしさんから電話よ。ジャイアン？なんだろう。でもジャイアンならこのお話と関係なさそうだな。もう何もこんなに暑い時間に呼び出さなくてもいいのに。ジャイアンは何だって？何かすごいものを見せてくれるんだってさ。おお、伸びた。なんだ、ドラえもんも見たいのか。見たいも何も、一体何を見せたいの？見て驚くなよ。じゃーん、これだ。お、商店街の福引券。どうだ、驚いただろう。今日やっと10枚貯まったんだ。これで一等賞のハワイ旅行はいただきだな。どうだ、羨ましいだろう。そりゃ、まあ。よし、今日は特別に触らせてやる。ほら、手に持ってみろ。10枚集めると重みが違うぞ。こら、のび太、大切に扱いつろ。ごめんごめん。ありがとう、すごいものを見せてくれて。まったく。帰ろう、のび太くん。この暑い中呼び出して自慢したかっただけじゃないか。しょうがないよ、ジャイアンなんだから。待て、一枚足りないぞ。いやい、のび太、さっき落とした時になくしたんじゃねえのか。そんなことないよ、ちゃんと全部拾ったよ。もう一回数えてみてよ。よし、もう一回数えるからな。もし一枚足りなかったら分かってるだろうな。ドラえもん、これってさっきのお話の。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚。のび太、覚悟はいいな。ドラえもん、僕知らないよ。いや、わりわり、こんなとこにあったわ。ああ、助かった。どう、のび太くん、少しは涼しくなった？涼しいなんてもんじゃないよ。何？涼しくなれるって何のことだ？これだよ。こんなものを胸につけただけで涼しくなれるのか？ああ、ジャイアンまでお話を確かめないで。お話？そのバッジに書いてあるお話と同じ出来事が起こるんだ。じゃあこいつは何の話なんだ？いえ、それ耳なし法一だ。耳なし法一って？どんな話なんだ？法一っていう琵琶法師が恐ろしい悪霊に取り憑かれてあの世に連れて行かれそうになったんだ。そこで、それ
ば幽霊たちにお前の姿が見えないようにお前の体にお経を書いて死んぜ。ところが耳にだけ書き忘れていたから幽霊たちは光一の耳だけを。もうやめてよドラえもん。相手が幽霊だろうがなんだろうが俺様がギッタンギッタンにしてやる。たけし、どこにいるんだい。やばい、母ちゃんだ。あれだけ店番してろって言ったのに見つけたらただじゃおかないからね。見つかったらギタギタにされる。なあドラえもん、なんとかしてくれよ。しょうがないな。この透明ペンキを塗れば塗ったところが透明になるんだ。耳なし芳一と一緒だ。でも俺様はそんなバカじゃねえぞ。ちゃんと耳も塗るんだからな。どうだ、すごいよ、本当に透明になってる。たけし、どこに隠れてるんだい。出ておいで。おや、こんにちは。うちのたけし見なかったかい。そう、あのバカどこを突き歩いてんだか。これで母ちゃんなんて怖かねえや。ベロベロベーだ。たけし、どこ行くんだい。耳もちゃんと塗ったぞ。それで隠れたつもりかい。涼しくなった。